ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2022年11月の21日月曜日です。ワールドカップ、ついに来ましたね、ワールドカップ。昨日夜11時、開催されましたね。いや、すっごいこの、どうですか。イベントのセレモニー、すごいことですね。なんか今日ニュース見てましたら、そのワールドカップには32兆円かけたと言って、コメンテーターが言っておりました。いや、すごい金をもうかけております。そして、ワールドカップの第、一戦は、開催国のカタールとエクアドルでしたね。エクアドルが2対0で開催国のカタールを破りました。今までのワールドカップでは開催国の第1試合目はですね、引き分けか勝ってたそうなんですよ。開催国が初めから負けることはなかったという、まあ、そんなことがあったんですが、残念ながらカタールは敗れてしまいました。そして、日本は、まあ、第一戦はこの11月の23日の勤労感謝の日ですかね、の夜、多分10時にキックオフとなります。まあ、それを固唾を飲んで今見守っているところです。ところでワールドカップはそういうふうにスタートしましたけど、ここで今日はですね、エクアドルでなくてカタールとはどんな国なのかということをですね、ちょっと考えてみたいんですよね。パッと言って、まあ第一の質問、カタールの人口は何人でしょうか。まあ全然思ってませんでしたけど、まあこれ、いろんな資料から、まあ、見たんですが、総人口は約260万人。日本は約1億2000万人ですが、このぐらいの差があるわけです。じゃあ、面積がどうなんだ。面積なんて考えもしなかったと言われるかもわかりませんが、ちょっと気になりますよね。なんと日本の約 3%、秋田県よりやや小さいというんです。そして首都は国民の8割以上が住むドーハ。で、国は大部分が平坦な砂漠。というんですね。でも、なんと驚くことに、一人当たりの GDP が世界第4位。これもすごいですよね。というのは、天然ガスと石油の埋蔵量が、ガーンとそこにはあるわけですよね。そして、今回のワールドカップは、アラブ諸国も、中東も初の開催でありました。まあ、それについては、開催については賛否両論あったそうですが、まあそこをクリアして開催されることになりました。そして、カタールというのはアジア大会、2006年のアジア競技大会を開催してるんですね。いや、これもあまりわからなかったですね。頭なかったですね。そして、2030年にはアジア競技大会を開催の予定になっているということなんです。まあ、この今もう今日夜の10時が打っておりますね。今日は動画撮るのがちょっと遅くなってますが、うん。そしてですね、このカタールのことは、まあ、まだいろんな、どういうんですかね、ことがいっぱいありますが、それはまたインターネットかなんかで見てもらえると思うんですけど、もう一つ最後にね、これが私は一つ強烈に印象に残ってるというか、まあ、思っていることがあります。カタール開催について。それはこの地図を見てもらうと分かるんですが、今、ここがカタールでワールドカップが行われているところです。そして、ここが何かというと、ウクライナ。ロシアと戦争しているウクライナが、
なところでこんな近くで片一方は戦争で人の命を奪い合ってる、片一方はスポーツの祭典のワールドカップを行われている、地球上にはこんな大きなことが同時進行しているというんですよね。いやー、これにはこの地図を見て参りましたね。地球上ではこんなことが同時進行しているという、戦争とはまあ悲劇ですよね、これはね、人類で一番やってはいけないことなんですが、それがワールドカップが起こったこんな近くのこんなところでやっているという、まあこれには地図を見てちょっとびっくりしましたし、戦争を、まあ、世界全部の英知を結集して戦争を終わらせなければならないなと、まあ、つくづく思いました。ワールドカップはもう世界で集まって、まあ、盛り上がってしているわけですが、でも片一方で、悲劇の戦争が行われているというのがね、非常にこの地図を見ることに心痛めますね。というところで、カタールからちょっとワールドカップを見たらどうなるかというんで、ちょっとそっちの視点から見てみました。まあ、この次は11月23日の夜10時キックオフとなるドイツ戦、これに集中してワールドカップを見ていきたいなと思っております。では、また、かけよう。